こんにちは、岩松正文です。今回は傾聴できると得な理由ということで、やっぱり何かするんでしたらメリットがないとなかなか続けにくいと思うんですけども、傾聴にもいくつかメリットがあります。今日はそのお話です。まず1番目、話が圧倒的に聞きやすくなるということで、まあ、やっぱりこれが一番皆さんが期待するところですし、私自身が感じている一番の成果、効果ですね。じゃあなんで聞きやすくなるかって言いますと、これ一言で言うと、他人と自分の価値観の違いを受け入れやすくなるってことなんですね。ついつい自分と価値観とか考え違うとイラッとしたりすることないですかね。まあ、私もどちらかっていうと気が短い方なので、まあ、今でもイラッとすることないことはないんですけども、でもですね、相手は相手の考えがあり、あるいは気持ちがあり、こちらにはこちらの気持ちがある。それをこうイラッとしてこう相手に意見したくなるっていうのは何かっていうと、相手の意見を受け入れてしまうと自分という人間が負けるんじゃないか、自分という人間の価値が下がるんじゃないか、こういうものを無意識が感じているわけです。ところが傾聴が身につくと、自分と相手は違っていい、本当に違っていい、本当に違うねと、こういう感覚が持ちやすくなるんですね。ですので、非常にこう自分を否定されない感じがあるもんですから、相手も否定せずに済むというのもあります。なので、価値観が合わない話、あるいは全く知らないような話題、まあ、これは事柄と気持ちっていうその違いをちゃんと理解して、気持ちを聞くっていうところに耳の焦点が出られるようになると、知らない話題とかそういうのもですね、非常に聞きやすくなるということで、まずこの1番目、話が圧倒的に聞きやすくなる、これがまあ一つの一番の傾聴のプレゼント、宝物じゃないかなというふうに思います。まあ、そこも相まって次に出てくるのが、相談をされやすくなるということがあります。やっぱり傾聴に関心を持つ方っていうのは、誰かの話をちゃんと聞きたいとか、あるいは相談に乗りたいと思っている方が非常に多いんではないでしょうか。まあ、私もそういうふうに思って習っているところがあるんですけれども、相談をしていただきやすくなります。そしてちゃんとですね、相談の形が起承転結までできるところまで聞き切れると、いろんな方のお役に立てることも増えてきます。傾聴っていうのは何て言うんでしょうか、知識が豊富だから傾聴が上手なわけじゃないですね。やっぱりこの寄り添うという力が身につくものですから、これは老若男女、年齢も性別も関係なくですね、どなたにも人間関係作りやすくなるっていう、非常にこう素晴らしい面があります。そして3番目、自己肯定感が上がるということで、まあ、やっぱりこうやればやるほど自分が辛くなっていったらやりがいがないですし、途中で折れてしまいます。でも傾聴というのは、人を認めていこうという聞き方であるんですけども、そのためには自分を認められた分だけ人をちゃんと認められる、こういう面があるんですね。ですから傾聴やればやるほど自分の自己肯定感が上がって、相手のこともちゃんと認められるようになっていくっていうね、こういうところが非常に強いんです。ですからうなずき相づちをただしましょうとかね、繰り返しの言葉を入れればいいやとか、そうい う, こう表面的なことじゃなくてですね、それはなぜそのスキルを使うんだろうかね、それをやることでこの自分自身はね、何を実現したいんだろうかっていうね、そういうちょっとこう大きなところまで考えながらちゃんと傾聴するとですね、自己肯定感は上がってきますね。ですから聞くことっていうのは、誰かのね、気持ちを聞いて相手を楽にしてあげたいっていう、こういう顕在意識で私たちは傾聴を習い始めたりするわけです。ところがですね、私も時間が経って気づいたんですけども、実は人を救いたいと思ってたんだけど、実は自分自身を救いたかったんだなってことにある時気づいたんですね。そうすると聞けば聞くほど人を救い、自分も救われるという、まあ、こういう心がどんどんこう温かくなっていくっていう感じを年を追うごとに感じておりまして、傾聴っていうのは本当にいいなと思っております。